ケース61の続きです。前回、クリーパーの突然の訪問を受け、作業が中断してしまいました。今回は、ジャガイモ畑に続き、人参畑を作ります。人参も、ジャガイモと同じで、収穫してすぐに食べられます。かまどで焼くことはできず、回復量は2で、パンの回復量の 2.5 より劣りますが、加工する手間と量を考えると、手頃な食料になります。小麦と石炭を使えるのなら、回復量の他に、腹持ち度と生産性も考慮すると、ステーキが一番だと思います。牛皮がいらないのであれば、焼き豚でもいいでしょう。収穫物だけで増産できる気軽な食べ物の、ナンバーワンは、人参です。ジャガイモと同じで、ゾンビがドロップする確率は低いので、最初は骨粉を使って、増産します。1本の人参が、約2本に増えるので、これを繰り返して、畑を埋めます。増えてるでしょ？これで完成です。ジャガイモは、稀に有毒なジャガイモを収穫します。これを食べると、1回復するものの、高確率で毒になり、5秒間ダメージを受けます。何かに使える日が来るまで、保管してみます。ベイカーストリートの地下農場も、規模が大きくなってきました。さて、今回から、ブランチマイニングに戻りたいと、思います。何かと石炭が必要なので。あれ？ゾンビが湧いたか？来た来た。大切なフォーチュンスリーがついたダイヤモンドの、ツルハシ。そういえば、バージョンアップで、カナトコなるアイテムが追加されました。カナトコを使えば、経験値を消費して、各種道具や武具の修理や、エンチャント効果の合成ができるらしいです。今まではダイヤモンドにだけ使っていましたが、これからは石炭や、レッドストーンを採取するときにも、使おうと思います。それでは、今回は、ここを掘り進めようと思います。なんだ、幸先悪いスタートです。レッドストーンだ。早速、フォーチュンがついた、ダイヤのツルハシを使います。いや、ゾンビがいるね。
道だ。明かりがあるから、探索済みの洞窟か？どこだここ？それより、ゾンビはどこ？私は、常にヘッドフォンをしているので、ゾンビのうめき声は、ものすごく怖いのです。時間、間違った。ゾンビはどこ？また石炭。あれ、ゾンビは？いや、声が遠くなった。下だな。音をたどるの、苦手だな。とっとと、
出てこいやー。鉄は、フォーチュンは関係ないので、鉄のツルハシで採取します。あれ、ゾンビのこと、忘れてない？あ、持ち物いっぱい。からか、石炭の採取でも、レベルが上がるので、助かります。エンチャントは運ですが、カナトコは絶対です。全ロストだけに注意すれば、一度ついたエンチャントを手放さずに、済みます。ついに見つけたぞ。いたいた。スケルトンの音はしない。問題はクリーパーだ。クリーパーもいた。しかも、ゾンビは村人が感染したやつだ。よし、行くか。これだけか。本日はここまでです。最後まで見てくれて、ありがとうございました。